所に、車を貸してもらって、でスペアキーを、1個置いて浮かせるようにして、今でこれから岡山行って高速バスで一旦埼玉に戻ります。であとは入居決定通知を書いて、そんで入社式かな、うん、であとは引っ越しの準備とか、あと買い出すもの買ってだね。まあまあこれからいよいよって感じだね。でまだちょっと編集した動画とかがまだできないから、ちょっと待っててね。あとブログの更新もちょっとね、インターネットの環境ないからちょっと更新の頻度が落ちてるけども、そこら辺勘弁でお願いします。